どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回の曲は様々なミュージシャン、アーティストにカバーされている名曲、ズー、エコーズの曲でございます。ズー、愛をくださいっていうあれですね。あれ、愛をくださいっていうあれです。あれをやってみますよ。このちっちゃいウクレレでガズレレ流に簡単バージョンでやります。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ簡単版、オリジナル簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョン、8ビートのキレのいい8ビートっていう感じで、このビートを強調した感じでやろうと思います。最後までご覧になってください。はい、こちらの曲みたいに思い出の曲、熱く歌いたい曲ってあるじゃないですか。あれをカラオケで歌うとか、CD 聴くのもいいんですけど、伴奏と一緒に歌う弾き語り。これも最高なんですよ、最高。もし、これを体験したことないという方、ぜひ始めてください。で、例えばピアノとかギターとかやってる方も、このウクレレっていう楽器の面白さにちょっと気づいていただくと、これがまたいいんですよ。ちっちゃくてね、コンパクトで、もうどこでも運び、花見に持って行って、バンバンやったら最高ですから、はい、ぜひ始めてください。で、ウクレレ簡単なんですよ。楽器はダメだとか、私音楽苦手というそこのあなた。ウクレレ大丈夫です。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触ってられる。触ってるうちにどんどん弾けるようになってきます。しかも今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんどっこらどっこら音楽が楽しくできるようになりますので、ぜひ始めてみてください。こちら YouTube だから、いつでもどこでも、スマホでも見れる。ご飯が炊けるちょっとの間でも、スマホで見れるわけ。しかも、ただですから。これはやった方がいいですよ、皆さん。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、その順番通り、1から順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あら、私弾けちゃったってなりますからね。はい、じゃあ早速楽しくやってみましょう。ここリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック!はい、行ってらっしゃい。そこにはですね、今まで私が取りためた700曲近くのありとあらゆる音楽が、ウクレレ超簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。これはね、最新 J-POP から今日みたいに夏メロみたいなの、昭和歌謡曲もあるし、演歌もあるし、洋楽もありますよ。あとはハワイアンもあります。あらゆる音楽が、ウクレレで簡単に弾けるようになってますんで、さっきのリンク先の下の方に行って探してみてください。はい、じゃあ早速、ズー、エコーズ。まずはシンプル簡単バージョン、やってみます。ワン、ツー。エコーズのズー、シンプル簡単バージョンやってみました。はい。なんかこう、ね。こう、すべてを動物に置き換える。まあ、動物性。歌詞がやっぱもう、ね、素晴らしい。はい、ありがとうございます。で、動画を見ながら一緒にプレイするのももちろんね、最高ですけど、その後、
自分でノート書き出して、それを見ながら弾いてみる。これをおすすめします。その時の参考になるように、私のノートを見せようと思うんですけど、今、もちろん皆さんご存知でだったと思うんですけど、ガズレレリショートカットでオリジナルアレンジでやらせていただいております。フルでやりたい方は、自分で2番とか3番のコードを書き出して、チャレンジしてみてください。一応バースとしては全て揃ってると思います。まずこれイントロなんですけど、ここにちょっと書いてある、これ後で解説しますんで、今やったのはひとまずこの C と F、イントロでやりましたと。で、ここから A メロが始まります。じゃあこれ、結構コード進行はシンプルなんですけど、歌い回しとタイミングがちょっとやっぱり独特だなって感じがします。はい。ちょっとこれ参考になる。この点で私はリズムを測ってるんですよね。ここちょっと見てくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー、1、2、僕たち、要は、1、2、3拍目に入るっていうこれメッセージがあります。こういうのをちょっと、参考になれば、これも一緒にメモっといてください。はい。じゃあここ B メロですね。ほら、ごら。でね、コード進行は一緒なんですけど、この下にこれ矢印なんですよ、この、まあ、これはシンコペーションで後からまた解説しますけど、ちょっとは特徴があるリズムなんで、後で出てくるっていうふうに思っておいてください。で、ここから、ストップ、ストップ、ストップ、ステイン、独特なところでね。まあ、ここにも矢印が書いてあります。これも後で解説します。はい。いいかな。あ、ここ一時停止しとこうか、一応。はい。ここから B メロから、この、星マークね。で、ここサビというか、ここ一連の動きをサビというふうに一応解釈しましたということで。シンプルですね。それでですね、今のバージョンは最初からずーっとやってきて、ここまで来たら見てください、ここ最後。星へって書いてあります。ここから、ここの星ですから、ここのストップ、ストップ、セインのところやって終わったというのがガゼレレリオリジナルバージョンでございます。はい、じゃあ出てくるコードを解説します。はい、コード5個ですよ。C と Am、F と G7、Em7 です。はい、この5個。コード5個で、エコーズの図、できちゃいました。これはね、良かったですね。はい。この5個のコードの解説をしようと思うんですけど、このコードはですね、いつも言ってる、これです。ガズレレ必須コードという8個の、ガズレレでは一番最初の基本にしている8個のコードの中のグループの5個ですから、はい、このガズレレ必須コードってなんじゃらほいとかってもいらっしゃるでしょうから解説しますと、コードっていうのは星の数ほどあります。それを全部覚えようと思ってもそもそも無理でございまして、一番よく使うやつをもう優先的に覚えましょうということで、ガズレレ、今ご覧になっているガズレレ YouTube ではもうこれが核になってます。ウクレレにおいてこの8個のコードはものすごく大事です。はい。なんでこれをまず最優先でこの8個のコードを覚えてください。以前この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく楽しく面白く解説している。もちろん私が解説してます。動画をここに貼り付けておきます。ここでガズレレ必須コードは完全マスター。これはね、楽しいです。ぜひ覚えてください。優先注意高めてくださいね。で、今日はじゃあその中の5個のコードでこれを今日曲ができましたということでやろうと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、リズムです、やっぱり。リズムは、8ビートのチャ。8ビートのチャというリズムをやりたいと思うんですけど、ちょっとどんな感じかやってみようかな。A メロのとこでね。僕たちは、この街じゃ、こんな感じ。ダッタス、ダッタタタン、ダッタン、ダッタタン、ダッタン、ダッタタン。はい。これ、ジャンジャジャンジャジャンっていう8ビートというリズムに、これ、チャが入ってます。ダッタタン。この弾き方。ここ。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のガズレレのホームページの1枚で、その中からまずは8ビートを先にマスターしてください。8ビートができるようになってから、8ビートのチャに入っていく。これ、順番がありますからね。このチャはね、またこれができるとね、なかなかリズムのビート感が出てきて面白い。この8ビートのチャっていうのはですね、これドラムのパターンが入ってると思うといいんですよ。ドン、チャ、ドン、ドン、チャ、ドン、タッ、ドッ、ツッ、ドッ、タッ、このタの音がチャにある。これをドラムとして捉えちゃう。これが面白いところ。ぜひ皆さんもやってみてください。で、今回、決めというかですね、このマーク、これシンコペーションマークっていうやつなんですけど、これよくガズレで出てくるんですけど、まずね、最初にまずここでじゃあ解説すると、イントロのところ毎回出てくるんですよ。はい。で、あとここの、B メロも出てくるね。B メロ、見てごらんのところ、ここなんか応酬です、矢印の。このマークが応酬です。ちょっとイントロでやってみましょう。C と F が並んでますね。やってみますよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ。F がちょっと前にドンと食い込んでるでしょ。ジャンジャジャンジャジャ、アップで、ジャンジャジャジャ、ジャンジャ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 、ジャンジャジャ。このリズムをシンコペーションと言います。前にちょっとズーンと食い込む。ジャンジャジャンジャジャ、F でアップ。もう一回やろう。ジャンジャジャンジャジャ、アップ。で、ここだよ。ジャンジャジャンジャ、アップ。ジャンジャ。この前に食い込んでくるシンコペーション、これすごくこの曲多いんですよ。で、一番難しいのはこの B メロです。
見てごらん。なんだ、これテロップ出しとくよ。これ。見てごらんところね、難しいです。B メロでやってみましょう。アップが応酬です。ワン、ツー、スリー、フォー。見てごらん。よく似ている。ここは普通だろ。また続きますよ。ほらごらん、吠えて。ここは普通。こんな感じです。この矢印、シンコペーション、マークよく出てくるんで覚えておいてください。はい、またどんどん行きましょう。次はですね、ここです。見てください。イントロのところ見て。1弦3フレットを押さえっぱなしって書いてあります。C と F をやるときに、つまり C は C、1弦の3フレットを押さえっぱなしだけど、F のときも C の位置を離さないってことですね。同じことがこの星マーク、ストップ、ストップ、ストップ、繊維のところで、かっこいいバージョンでやろうと思います。1弦3フレットを押さえたまま、この2行に対してですね。イントロとここのパートのところはこの1弦3。これどういうことか、ちょっとやってみましょうか。イントロでやります。C を押さえたまま、次、F です。そのときに C も押さえたまま。なんか不思議な広がりが出ます。ちょっとね、薬指でももちろんいいですけど、こういう時小指を使っても構いません。 C の時はね、なんか広がりがちょっとあるような、 F と C を同時に押さえている、はい、つまり何があってもここを離さないってことです。この、イントロと星パートのところはですね、はい、これをちょっとやってみましょう。これでちょっと広がりを持たせて、こう、あの、なんていうのかな、こうロマン、曲の中のこの抑揚をつけていくっていう感じですかね、はい、あとはもちろん歌の内容に心を込めて。本当はですね、これ A メロもっとすっごい長いんですけど、なかなかちょっとこの動画、短い動画内で全てやるのはちょっと大変かなということで、あの、フルコーラスで皆さんも書いてくださいね。はい。それではガズレレショートカットバージョンのアレンジですけど、エコーズのズー、かっこいいバージョン、やってみる。エコーズのズー、かっこいいバージョンやってみました。これはやっぱあのガズレレオリジナルのあのウクレレに適した感じの、なんかこう軽やかなイメージでやりましたんで、ちょっと勢いがあるような感じがしますけれども、まあこのウクレレ独特のこのハイレの良さで、この曲もやってみるとまた違う表情で、楽しいかなと思いますね。皆さんもワイワイやってください。ありがとうございます。全部のね、歌詞かすごい、やっぱりいろんな動物が出てくる歌詞なんで、フルコーラスでやるのもこれ相当おすすめですので、自分で書き出してね、これを参考にしてオリジナル歌本も作ってみてください。ありがとうございます。それではですね、ガズレレ最新情報、これからご案内しようと思うんですけど、今ねウクレレ弾いて楽しい方、どんどん周りの方に教えてあげてくださいね。よろしくお願いします。楽しい人が増えると思いますんで、はい、それでは、ご案内の方始めます。
まずガズレレホームページご覧になってください。ガズレレホームページ、はい、ガズレレホームページを見ていただくといろんな最新情報が載ってて、しかもリニューアル、今ねまだベータ版なんですけど、今いろんなこと改造しながらまだ、これから完成に向けて進んでいっている。 URL ここに貼っておきますね。ホームページ要チェック、検索機能だ、はい、だいぶいい感じになってきました。はい、あとイベント情報ですよ。3月は30日、三重県四日市市ガズレレ行きます。今回はちょっと趣向を変えて、かなりディープな弾き方、8ビートとか16ビート、これね特化したマニアックなことをやろうかなと思います。まあ、もちろん簡単曲をみんなでバンバン歌うとか、リクエストとかどんな質問にも答えますよ。はい、3月31日はこの浜松です。はい、こっちも同じように深めて深めて、いろんなこと、みんなの知りたいこと、どうなってんだろうこの手の動きは、もう何でも聞いてください。質問用意しておいてくださいね。3月30日と3月31日は、ガズレレイベント、三重と静岡県浜松市で開催。来てね、お一人様も大歓迎です。で、いろんな本出してます、ガズレレではです。でね、この、なんと最新情報としては、この、簡単ウレレ、これ、リットミュージック社様から出てるんですけど、このリットミュージックから、なんと、今年の5月30日、ガズレレ、あ、ウクレレソングブック、100曲入りが出ます。こんな感じの書き方で、こういう感じの楽譜でもうブワーッと100曲洋楽も入りますから、アマゾンで予約開始されました。はい、ちょっとそのことについてここリンク貼っておきますので、これもねお楽しみにしてくださいね。よろしくお願いします。はい、あとはいろんな本出してます。はい、こっちドーン。まずはこれ、主婦の友社から出ているガズのいいこと言ってる本、これも必見ですよ。私がどんなことを考えて音楽に向かってるか、楽しい人生のマニアになってるかってことが分かります。はい、こっち今も紹介したこれだ、これこの本ね、この本もいいですよ。はい、これもね。はい、でこっちはガズレレ歌本シリーズもボリューム5です。はい、どんどんこれからもいろんなこと、楽しいことやっていきます。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴーサイコー、これ CD なんです。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、 これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。はい、リアルイベントで参りましょうね。今回はこれで終わろうと思います。皆さん楽しく音楽やってる人は楽しくなるから、誰かに教えてあげてください。それではガズレレ、さようなら、またね、チャオ。